私があの新社会人になった時のことなんですけども、はい、学校を卒業して社会に出て、はい、就職をして、まあ、たくさん覚えることがあった時のことなんですよ。ありましたね、そんな時 ね、うん、最初のうちはもうとにかく覚えないと仕事が先に進まないっていうことがありました。はい、で入社した当時はね、はい、あの頑張ろうと思っていたの で、 そうです、ね、まあ、先輩の指導のもと、うん、めちゃくちゃ大変な、はい、数の大変な量の知識や情報を教えていただきました。はい、で私が飛び込んだ世界っていうのはエンジニアの世界でした。はい、で技術的な世界で、まあ、今まで経験していない世界だったので、はい、もう毎日が大変だったんですね。あ、でもなるほどね、まあ、楽しかったんですけども、うん、はいはい、ただただ覚えることがたくさんあって、はい、忘れてしまうことや、どうだったかなってこう悩むことも多々ありました。はい、まあ、そんな時に先輩に言われた言葉が実はあるんですね。はい、それは何でも聞けという言葉でした。あ、なるほど ね、うん、ね、あの最初のうちは教える側も何もわからないものだと思って指導するので、はい、とにかくわからなくなったら聞けって言うんですよ。そうです ね、 ね、うん、まあ、そんな風に言ってもらったので、はい、私はこう安心して、聞けるようになったわけですね。はい、で先輩が言うにはついつい分かったような返事をしてね、はい、あの失敗するよりも、はい、理解できるまでちゃんと聞いて確認して覚えていいよって言われたわけですよ。なるほどね、うん、まあ、この言葉は私の励ましになりました。はい、で聞くなじゃなくて聞いていいっていうことだったからですね。はい、先輩は最初からエキスパートな人はいないんだから、まあ、恥ずかしい思いをしても聞き直していいよっていうふうに言ってくれたわけです。いい先輩です ね、 ね、うん、まあ、そんな言葉に甘えてですね、はい、何回か聞いていたら何回も聞くなって言われたんですよ。でノート取れって言われました。はい、まあ、確かにですよね。まあ、それから私あのキャンパスノートにいろいろ書くようになったわけですよ。はい、でなるべく一度でね、はい、覚えられるように、まあ、毎日に取ったんですよ。はい、まあ、そんなわけで1ヶ月で1冊の図解付きノートがこう完成していたわけですよ。すごいですね。そうそうそう。で私はね、まあ、そのノートを見ながら、はい、仕事をしていると先輩はいつまでノート見てるんだって言うんですよ。今度はってなるじゃないですか。そしたら先輩は体で覚えろって言うわけですよ、ね。まあ、それから家に帰ってからも頭の中で、まあ、仕事を考えて、はい、まあ、シミュレーションしたりして、まあ、少しずつ仕事を覚えていき、はい、身につけていったことをこう思い出します。はい、今思うとねステップバイステップ一段ずつこう階段を上るように私のこの仕事のスキル、まあ、技術っていうか能力を先輩は良い方向に導き引き上げてくれたんだなっていうふうに感謝しているわけです。はい、あの私の人生をね、良い方向に導き引き上げるのはゴスペルの主人公ジーザスです。はい、また神様なんですね。生きているといろんな試練に出会います。そうですね、うん、まあ、そういう時私はジーザスにどうしたら良いのかをこうバイブルから聞くようにしています。はい、神様はきっと私を良い方向に導き私を成長させてくれるお方だと私は思っています。